馬がモハメダ、はい、そしてグラウンドの遠征の上がアントニーの木、そのあーっと右入りましたね。遠征の上一瞬の隙をついた右の前飛び込んでいった。戦う相手はなんとランディ・クルトワ、世界で最も強い男の一人です。あるいは井上には勝機は全くないのではないか。あの力抜いてわざと投げられましたよね。ホステガード取りましたね、はい、ちょっと柳に風っていう感じですね。あ、これ十字狙ってますよ。下を止めてます。あ、止めた、止めた、止めた、遠征チャンス、止めた、止めた、アップしましたね。遠征井上秒殺。もうこういうことってあの選手やっててね、何回もないことだと思うんですよ。その集中力が今日出ましたね、遠征井上に。スーさん鳥肌立ちましたよ、これですよね、殴りに行ってるんですよね。気づいてないんですよね、遠征が腕取りに行ってるのは。あ、なるほど、はい、近くだったのかもしれませんが、はい、それであの強引に抜きに行こうとしたんですけど、逆に深みにはまって前のめに打ちのめったという。あの